どうも皆さん、こんにちは。留学ワールドのシュートです。本日はですね、タイトルにもありますけれども、フィリピン留学でおすすめの学校、キレイ編ということでやっていきたいというふうに思います。ということで、本日もですね、留学ワールド、フィリピン留学センターのカウンセラーの方にお越しいただいて、詳しいお話を聞いていきたいというふうに思っております。本日は吉村さん、よろしくお願いします。はい、フィリピン留学センターの吉村です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の、このトークテーマはですね、このフィリピン留学ですね、コロナ禍が明けてきて、ようやく再開してきているという状況で、またまたこれからですね、人気になっていく留学先なのかなというふうに思うんですけれども、特にですね、綺麗な学校だったりとか、綺麗な滞在先とかで、そういうところで過ごしながら留学したいという方もね、いらっしゃるのかなというふうに思いまして、フィリピンの中でも特に学校だったりとか、設備が綺麗な学校というものを3校ピックアップしていただいて、今回はそういうところを紹介していきたいというふうに思いますので、綺麗好きな学校に通いたい方はぜひ最後までご覧ください。留学ワールドフィリピン留学センターの、ホームページ概要欄の方に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてほしいなというふうに思うんですけれども、吉村さん的にフィリピン留学センターがおすすめな理由というところもですね、ちょっと視聴者の皆さんに最初に紹介していただきたいなというふうに思うんですけれども、どういうところがフィリピン留学センターおすすめでしょうか？そうですね、まず、弊社は手数料無料のエージェントなので、弊社通して学校申し込みいただくのと、ご自身でお申し込みいただくの、同じ費用でお申し込みいただけるっていうのと、あと最低価格保証もやっています。あと24時間緊急電話サポートっていうのも、っていう電話番号も持っているので、本当に何かあった時に日本語で24時間電話がつながるっていうのも結構安心ポイントなんじゃないかなと思います。と渡航前にご入金いただいてから渡航までの間、無料の英会話レッスン、ネイティブの先生のもの、回数無制限で受けていただけるので、ここも弊社の強みです。あと、就職サポートとして、キャリアサポートっていうものも、詳細はホームページからご覧いただきたいんですけれども、行っております。なるほどですね。価格もですね、抑えながらですね、安心のサービスが受けられるということで、ぜひですね、海外留学する上ではですね、留学ワールド、フィリピン留学センター選んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。それではですね、早速今日のトークテーマ、フィリピンの綺麗な学校おすすめ3選ということでやっていきましょう。はい、ということで、フィリピンなんですけれども、フィリピンというふうに聞くと、正直、他の例えばアメリカとかそういうところに比べると、学校の設備とか綺麗なのかどうかなとかっていうイメージとか先入観を勝手に持ってるんですけれども、フィリピンって全体的に言うと、そのあたりどういうイメージなんでしょうか？そうですね、確かに日本人が求める綺麗さのクオリティの学校は多くはないんですけども、でもやっぱり綺麗さを売りにしてる学校もあって、私も本当に11月に出張で行ってきたんですけども、リゾートホテルのように綺麗な学校もあったので、今日はご紹介させていただきたいと思います。なるほどですね。リゾートホテルみたいな綺麗な学校というふうに聞くと、すごく気分がですね、ウキウキしてきますけれどもね、皆さんもどういう学校があるのかなとか気になると思いますので、早速今からですね、3校紹介していきたいというふうに思いますけれども、まずじゃあ1校目の紹介お願いします。はい、まず EV アカデミーという学校で、セブ島の中心地に位置している学校です。多分セブ島の中ではトップクラスぐらいに綺麗だと思います。例えば、フィリピンでは基本的にトイレに水じゃ失礼しました、紙って流せないんですけども、 EV アカデミーだとまず流せます。これ結構珍しいです。と学校にはシアタールームとかジムとかプールとかそういう設備もありますし、寮では例えば一人部屋よりは相部屋の方が費用を抑えられるので人気もあるんですけれども、2段ベッドにそれぞれコンセントついていたりとか、貴重品ボックスとかクローゼットも1人1つあるので、生活に便利な環境っていうのが整っています。綺麗なだけじゃなくて、スパルタとかセミスパルタとか規則を選ぶこともできますし、試験対策コースもあるので勉強に集中したいっていう方にもおすすめできる学校です。なるほどですね。そのトイレにトイレットペーパーが流せないっていうのも、少しですね、日本にいる方からするとカルチャーショックなのかなという気もしますけれどそうでも、すね。フィリピンだとでもそれが一般的なんですね。それが一般的にゴミ箱が置いてあって、そこにトイレットペーパー使用済みのものを入れていくっていうのが結構スタンダードなので、日本な人にるはほど。抵抗ある方も多いと思うんですけども。そうですよね。ちょっと潔癖とまではいかなくても、プチ潔癖ぐらいの方からすると、なかなか許容できないものなのかなというふうに思っちゃいますけれども、でもそうそういうです面で言うね。とですね、この学校はきちんと日本と同じように、トイレした後、トイレにね、トイレットペーパー流せるっていうところで、その辺はなんかすごくストレスなく生活できそうだなという気もしますし、貴重品ボックスとかクローゼットとかもね、一人一つあったりとか、
そういうところもですね、まあ、IVR とかなかなかね、まあ、たまにトラブルとかっていうのを聞いたりとかしますので、そういうところで言うとですね、すごく安心なのかななんていうふうにも思いますし、それでいて、きちんとフィリピンのこの特徴であるセミスパルタだったりとかスパルタっていうかね、そういう集中して勉強ができるっていう、そういう環境があるっていうのはすごくいいですね。そうなんですよ。なるほどですね。じゃあこう綺麗な学校に通学したいし、さらにしっかり勉強したい方、この EV アカデミーすごく今おすすめだなというふうに思いましたので、ぜひですね、まあ、一つこれ覚えておいてほしいなというふうに思いますけれども、次2校目いかがでしょうか。こちらもセブ島の中心地にある学校なんですけど、ミライズっていう学校で、先ほどご紹介させていただいた EV アカデミーに比べると、学校の校舎とか生徒数も小さめ、小規模な学校にはなるんですけれども、社会人中心の学校っていうのが特徴で、本当に観光半分で来ている学生ってまあまずいないです。なので落ち着いた雰囲気ですね。建物の中にレストランとかコンビニがあって、生活建物内で完結できるっていうので、まあ、勉強に集中できる環境が備わってるんですけれども、とても校舎とか寮が綺麗なのも特徴で、まあ、例えば寮には各フロアに電子レンジとかウォーターサーバーがついていたりとか、お部屋も1人部屋か2人部屋で、基本的にはもう1人部屋の方が多いですかね。まあ、日本人の学生が多いんですけれども、勉強への高い意識を持っている学生が多いので、基本的には英語で会話するようにって心がけている生徒さんも多いみたいです。なるほどですね。こうフィリピンというふうに聞くと、はい、まあ、やはりこう若い世代の人が多いのかなというイメージを抱いてますけれども、うん、まあ、そんな中でフィリピンに来て勉強したいけれども、落ち着いた雰囲気で勉強したいという方にとっては非常にいいなというふうに思いますし、それこそね、まあ、別にあの学生の方が部屋とか学校を散らかすわけではないですけれども、なんかすごく施設とか設備とかもこう大切に使うようなイメージがありますので、そういうところでなんかこの学校もいいななんていうふうに思いますよね。そうなんですよ、うん、ちょっとぜひ社会人の方、うん、ご検討してみてください。いいですね。建物内にレストランコンビニもあって、全部生活をね建物で完結できるっていうのもですね、まあ、外行ったりとかしなくていいっていうところで言うと非常にねコンパクトで、うん、まあ、便利ですごくいいなというふうにも思いますよね。ミライズ、うん、いいですね。初めてミライズここまでですね2校紹介してきましたけれども、最後に3校目こちらいかがでしょうか。はい、まあ、最後にご紹介させていただくのは、先ほどまでのセブ島2校は、まあ、どちらかというとシティなんですけれども、少し離れてマクタン島にある学校です。マクタンっていうのが、まあ、リゾートエリアですね。で CIA っていう学校なんですけれども、この学校は本当にリゾートホテルみたいで、もう学校っていうのが信じられないぐらい綺麗です。まあ、ちょっと田舎の方にあって、アクセスがあまり良くないっていうのがネックではあるんですけれども、本当に先にご紹介した2校に比べると一気にリゾート感が増しますね。でも門限もありますし、公式のテスト会場にもなっているので、勉強もしっかりとしていただける学校です。プールやジムももちろんありますし、あと寮には珍しく全部のお部屋にドライヤーついていて、例えば相部屋でも全員がしっかり勉強できるように1コンセントがついた、なんでしょう、勉強机があったりとか、まあ、綺麗な学校でしっかり勉強したい方、 CIA おすすめです。いいですね。リゾートホテルみたいな学校ってなかなかね、他の国にはないような気がしますので、うん、本当にそうですね、ならではだなと思いますけれども、はい、もう本当にでもなんかそういう環境で勉強ができるっていうのはなんか羨ましいですよね。なんかまあその綺麗すぎてちょっと遊んじゃいそうなところをこういう門限があったりするので、ちょうどよくバランスが取れているかなと思います。でも綺麗すぎて遊びたくなるぐらい綺麗なのでもうこれは本当にもうさぞ綺麗なんだろうなというふうに思いますのでね本当にこう綺麗な学校を選びたい方はすごくおすすめだと思いますし、まあ、門限もあるということでね、まあ、少しこうセミスパルタの雰囲気もありますので、なんかこう緩い雰囲気もありながらも、閉めるところはしっかり閉まってるというような学校なのかなというふうに想像できますのでね、しっかりと勉強したい方にもこの CIA おすすめかなというふうに思いますし、全室にドライヤーがあるというのもね、なかなかあまり聞かないですけれども、そういうところもいいですし、あとはこうちゃんと部屋で勉強できる環境があるっていうのはすごくいいですね。
そうなんですよね、珍しいかなと思います。ちなみにここまでその今3校ですね、フィリピンの中で綺麗な学校というのを紹介していただいたんですけれども、まあ、やはりこう設備が綺麗かなというところを考えると、はい、まあ、そのコストも少し高くなってきてしまうのかななんていうふうに思うんですけれども、コスト面に関して言うと、この3校だったりとか、そういう綺麗な学校っていうのはやはり高くなってくるものなんですかね。そうですね、正直、まあ、今の3校は比較的費用としては高めなんですけども、でも本当にその分通った方の満足度っていうのも高いと思います。そうですよね、まあ、フィリピン留学というふうに聞くと、まあ、以前の動画でも紹介しましたけれども、コスパだったりとかそういうところを、ね、意識しながら渡航する方もいらっしゃるかなと思いますけれども、まあ、その綺麗な学校というところで選ぶと、まあ、やはりどうしても、ね、コストっていうのがかかってきてしまうというところあるかなと思いますけれども、それにしても他の国とかに比べれば費用は全体的に抑えられはするんですよね。そうですね、やっぱりコマ数とかそのマンツーマンレッスンが受けられるとか、他の国だともう莫大なお金とかかかってくるので、そう考えると全然抑えられているところだと思います。なるほどですね、まあ、じゃあ他の国に行って、まあ、英語を勉強するというところと比べると、まあ、綺麗な学校でフィリピンで英語を勉強するというのはすごくこうコストパフォーマンスとしては高いのかななんていうふうに思いますのでね、そういうところでこう選んでみていただけるとすごくいいかななんていうふうにも思いますけれども、まあ、ここまですごくいいお話ばかりでしたけれども、まあ、そういう綺麗な学校を中心で選んでいくとこういうところは注意した方がいいよとか、なんかそういうところもあったりしますか。やっぱり、まあ、すごい人気なんですよ、特に。なのですごく埋まりやすいので、特に一人部屋とかだと本当に数ヶ月先まで空きがないとかも結構あるので、ご希望の方はお早めにちょっと問い合わせと申し込みをいただかないとちょっと厳しいかもしれないです。なので、はい、皆さんお早めの問い合わせを。なるほどですね、やはり特に人気 の、はい、あの期間とかになってくるとなおさら埋まりやすいのかなというふうに思いますので、そういうふうに綺麗な学校に通いたいプラス自分のスペースが欲しいとかっていうふうになってくる方はですね、ぜひ本当に早めに計画していただいて、早めにですね問い合わせをしていただくのが良いかなというふうに思います。なんかこうフィリピンのですね、こう全体的なイメージというのが少しこう変わったような気がしますよね。良かったです。はい、あんまりこう少し我慢しなきゃいけないのかなとかね、思うところがある方もいらっしゃったと思うんですけれども、うん、まあ、そういうところで言うとね、本当に日本と同様ぐらいの綺麗さの中で生活ができたりとか、学校に行けたりとかする学校も探せばあるというところが知れましたので、うん、ぜひですね、そういうところでね、学校選びしという方はですね、この3校を中心にですね、選んでいただきたいなというふうに思いますし、まだまだ他にも多分綺麗な学校もね、あると思いますので、ぜひですね、問い合わせをした時にですね、学校選びの基準で、まあ、綺麗な学校がいいよというところをですね、カウンセラーの方にお伝えいただければ、もっともっとたくさんね、いろんな学校を紹介してくれると思いますので、ぜひそのあたりで探してみてほしいなというふうに思いますよね。そうなんです、皆さんぜひぜひ、ね、いつでもお問い合わせください。ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、このフィリピンの綺麗な学校をおすすめ3選ということで、フィリピン留学の中でも特にこう綺麗というところでですね、おすすめしたい学校について紹介してきました。留学ワールドではですね、フィリピン留学をはじめさまざまな国への留学のお手伝いをしておりますので、ぜひ海外留学に興味のある方はですね、概要欄に貼ってある留学ワールドのウェブサイトの方からチェックしてみてください。フィリピン留学ですね、ぜひ気になる方お問い合わせいただければですね、吉村さんとお話できると思いますので、吉村さんにですね、まあ、綺麗な学校どこですかなんていうところを聞いていただければですね、たくさん教えてくれると思いますのでね、ぜひぜひ皆さんお問い合わせください。吉村さん、もし最後に何か視聴者の皆さんにメッセージとかあれば、ぜひ一言お願いします。はい、まあ、最初にもちょっとお伝えしたんですけども、弊社の特徴として手数料無料、最低価格保証、24時間電話、緊急電話、渡航前の英会話レッスン、就職サポートっていうものをやっているので、本当にご相談だけでも大丈夫なので、ぜひフィリピン留学ちょっとでも興味がある方は、ぜひ概要欄のホームページからお問い合わせください。はい、ぜひよろしくお願いします。皆さんお待ちしております。ということで本日はここまでで以上にしたいと思います。ぜひまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。